どうも、IS120% の男、ブス島です。イブバーストやら、小次郎編、実況プレイやっていきたいかと思います。はい、プリンちゃんの続きという感じで、アカネが来て、めんどくせえことになっております。さあ、話していきましょう。で、説明、ない。ま、明日の週刊誌の見出しは決まりだね。ギク。ルンペン探偵、幼女拉致監禁。ふざけやがって、の娘。うん。誰がルンペンだ、誰が幼女を拉致してる、誰がって指を刺すな、いいか、俺はこれっぽっちもやましいことなどありはしない。あの小次郎様、昨日一緒にお風呂に入った時の着替えはどこ。お前めんどくせえこと言うんじゃねえプリン。そう、お風呂を一緒に入っただけだ。言い訳になってないんだけど、あれも事故だ。しかも誤解だぞ、言っておくが、お風呂に一緒に入ったんでしょ。不本意ながらにな。何が誤解なわけ。お前が考えているようなことだ。誤解だぞ。小次郎ってさ、もっと大人の女性が好みだと思ってたんだけどな。ふーん、俺もね、大人の女性が好みなんだけど、実際のところ。まあ、いや、この話もやめよう。うん。納得するな、本当だ。本当なの。うん、違う。誤解というのが本当だって意味で。だー、もういいや。あ、認めた。認めないぞ、俺は。まあいいよ、小次郎が幼女と関係してようが、よくないよ。僕はその辺のゴシップ記者じゃないからね。とりあえず保留にしといてあげる。だがいいか、あの子はもう二十歳だよ。二十歳隠してるけど二十歳って書いてんだよ、ここ。二十歳なんだよ。もうとにかくな、頼むぞ。あの、変なコメントしないようにね。詳しくはウィキペディアを見てください。はい、俺とは変な関係じゃないぞ。まあそうだね、確かにそうだよね。一瞬お風呂入っただけでしょ。グッ、少しは罪悪感に苛まれればいいのに。なんか言ったか。別に。でお前一体俺何のようだ。そうそう、例の件どうなった。別に。あ、お茶濁してる。なんでお前に逐次報告せねばならんのだ。だって僕が一応紹介したんだからね。それがどうした。桂木事務所の所長さん、小次郎のこと知りたがってたな。で、何が聞きたい。弱いな小次郎。そこなくちゃ。えへじゃねえよ、まったく。で、どうなのさ。全然いい方向に進んでる。日本語知らんのか。全然って言ったら否定的に意味だ。ちょっとマジに操作してよね。してるっつうのマジに全然なんだよ、それで。じゃあ今のところ手がかりなし。そうだな、ちょっとくらい何かあるんでしょ。ま、俺は物取りの線を否定し調査をしているってとこかな。ふーん、泥棒が取ったっていいんじゃないんだ。あ、そう見せかけてはいるがな。誰が。知らん。ふーん、でも桂木さんのところとは方針が違うんだね。一応弥生は俺と同意見みたいだぜ。違うのは例の電車だけだ。電車？東海道だ。あ、彼ね。あ、あかねもあいつ嫌いそうだな。現場でやってるやつはやつだからな。おまけにやつは頑固者だ。そうなんだ、小次郎と桂木さんが同意見ってことは結構その線が濃厚と。何メモってんだ。まあまあ、細かな取材が特ダネをものにするコツさ。ほう、いいこと言うな。確かにその通りだ。まあ、ざっとこんなとこかな。じゃあとりあえず50プラスのプレゼントってとこでどう。なんだその50プラスのプレゼントってのは。50にプレゼントってこと。ほう、確かお前今日でまた一つオバハンになったんだよな。え、知ってたの。ちょっと感激。割り箸を1本プレゼントしてやるぞ。ちょっと値段とは言わないけどね、せめて愛を感じるプレゼントをちょうだいよ。もうこれはね、もうプレゼントとかこういうのほんとめんどくさくて嫌いなんだよな俺もらわなくていいからね。だからそのもうまあいいや、まあ、うん、あるんだよいろいろ。もうめんどくせえんだよとにかくそういうの。うん、老骨に催促するやつが何が愛だ。何、別に。もうその他にはまだプレゼントを欲しがるのか。違うよ、捜査の方。そうだな、あとはまた現場で調査だな。やっぱり現場。調査の定石から言えば全ては現場からってな具合だ。ふーん、もっとも本当に取られたのがあの家って確証はないが。コウさん。ああ、言われてみればそうだな。本当にあの家で例の絵画が盗まれたのかって確証は今のところないわけだし。うん、とりあえずもう一回あの家調べてみたい気がする。そうだな、もう一回行ってみっか小次郎。うん、小次郎。なんだよ、だってぼーっと空中に睨んでるんだもん。
そっか、弥生と同じことを言いやがる。コウさんは何かあるの？いや、そういうことじゃなくて、そういえばアカネ、何？お前なんでコウっておっさんを知ってんだ？え、それは取材でたまたま一緒になってさ。ほう、嘘は吐いたな。だが嘘を吐く必要は何であるか。そうそうそう、嘘つくときって何の必要があるかっていうのが実は重要だったりするんですよね。そこにいろいろと隠されたものっていうのが多いです。ねえねえ、そんなことよりさ、今回の件に関する最大の焦点は何だと思う？随分と知りたがるなお前。まあね、もしかしたら何か協力できるかもしれないしさ、やっぱ50万がかかってるし。まあいいだろう。あ、そうだ、お電話借りるね。おい、なんだよこいつ、どうも引っかかる。何が引っかかるってのはわからないんだが、引っかかってるってことはわかる。まあ違和感があるときは大体それ当たるからね。何すんだよ、もうなんて罰当たりな。ちょ、痛いよ、ポコポコ打つな。謝ってください。なんだ、どうした？なんだよ、何なんだよあの子、どうした？電話かけに行ったら急に怒り出して人をポカポカと。許しません、もう僕帰るよ。おい、何なんだよ一体。おい、どうしたってんの？あ、小次郎様。まったく次から次へと。ごめんなさい。いいよ別に、少しは俺の気も晴れたし。まあな。はい、いや、その理由くらい聞かせてくれるんだろ。はい、すみませんでした。俺に謝られても困るぜ。一体どういう理由だ？あの人、聖なる血を平気で横切って言ったから。聖なる、なんだそりゃ。あの人が横切った聖なるメッカの方角なんです。メッカ、ああ、なるほど。やっぱりそっち系の人か。はい。海峡都だったのか。だから豚が。はい。それにしちゃ、おい、随分と薄着じゃないか。女性が肌を隠すのはもう古い習慣です。そうなの？今はもっと進歩的なんです。そうか、その辺のことはよくわからんが、さっきの女性はごめんなさい、別にいいさ。はい、すみません、わからない方に言うことではありませんでした。いや、自覚しているならいい。あかねは俺が後で言っておく。はい、ありがとうございます。ところで、はい、お腹が鳴ったな、さっきから。はい、そのメッカの方角ってのはどっちなんだ？方角ですか？俺もプリンに怒られたくないしな。はい、方角ってのは左の角になってます。 OK、 やれやれ。海峡都って言えば、そうそう、イスラムの教えに忠実な、信者たちだと。イスラムか。そういえばイスラムってどっかで。じゃあお洗濯の続きを してしまいますね。え、すっごく溜まっていましたから、ふふ。俺もすっごく溜まってんだよ。なんとかしてほしいね。まあいいや、パタパタと。ふう、さてと、これからどうするかな。とりあえずコウの家行ってみるか。とりあえずな。そうだな。あ、でもプリン注意しておかないと。部屋の片付けをするのは構わないが。うん、話すプリンか。おい、プリン。はい、何でしょうか。一つ言っておくことがあるんだが。はい、何なりと。部屋の片付けは構わないがな、俺がいない間あそこの机だけはいじれない。いいか。はい、わかりました。端末も同じだ。いいな。はい、パタパタパタ。ま、これでいいかな。ふふ、しかし俺もお人よしだよな。昨日会ったばかりの小娘に事務所の留守を任せるとは。昨日一緒にお風呂に入った時の着替えはどこに。お前めんどくせえこと言うんじゃねえ、プリン。イブバーストエラー。はい、ということで、コウの家に来たら、新幹線がいましたと。小次郎、二階堂か。朝っぱらが嫌なものを見ちまった。本当だよこいつ、本当にいいのに。これはこっちのセリフだ。何やってるんだこんなとこで。コウさんに会いに来ただけだ。今不在だがな。なんだ、いないのか。ふん、再び重要な手がかりを発見したんでな、それを彼に報告しに来たんだ。お前年中同じこと言ってないが、貴様こそ全然手がかりがないようじゃないか。え、てんてんてん。ふふん、後で吠え面書くな。こいつ本物のバカだな。うん、全然手がかりがないか。うん、当たっているだけに何も言い返せない。まあとりあえず押してみっか、呼び人な。今不在って話だが、まあ一応押してみよう。てんてんてん、いない。ふふん、まあしょうがねえな。イブバーストエラー。はい、ということでね、学校に来ました。図書館ですね。お、もう開門してるじゃないか。よし、これで学校の室さえ利用できるわけか。ん、気づかなかったか、道路にすごいスリップ痕があるぞと。あ、なるほどね、なるほどね、マリナ編であれか、そういうことか。
あれか、ほら、まよこちゃん拉致られそうになったあれだ。へえ、こういうのがザッピングの面白いところだよね。やっぱりね、小次郎は何があったかわからないんだもん。うん、事故でもあったのかな。いや、それにしては車が止まることなく通り過ぎている。いや、面白い。やっぱりこれ今朝じゃないな、昨日の夜。なくしは夕方からか。ふーむ、どうなさったの。え、あら、おっぱいちゃん、この女は昨日の気分でも優れないのかしら。下を向いて、いや、ちょっと地面のアリの行列が気になってね。そしてあなたのその胸についてる2つの膨らみも非常に気になるところでございます。やっべ、マジで、うわ、もみてえ。こんなの、アリは行列よりももっと別のことに心を奪われていたようだけど、あなたのお乳です。へえ、もっとも別のとこってなんだい。てんてんてん、あ、いなくなっちゃった。おっぱいちゃん、学校の中に入ってったぞ。ってことは学校関係者ってわけか。まあとりあえず殴るわ。いや、とりあえずまあ図書館行きましょう。はい、ということで図書館にやってきましたぞ。ということでね、キス問わず図書館ってのはひんやりしてるもんだな。あ、小次郎さん。あら、松野ちゃん。はい、こんにちは。とりあえずエッチしようか。よ、約束通り来たけど。はい、お待ちしてました。今だいたい下調べをしていたところなんです。ってことは昨日言った例の。はい、確かイスラムの文様絵画ということでしたね。ああ、でしたら目的の本は一冊に限定されるそうで。へえ、そうなんだ。本当かい。はい、どうぞこちらへ。親身になってくれるな。いいね、いい子じゃないか。とりあえず連絡先聞いてなんか手ごめんしようぜ。あ、かわいい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 、めっちゃいいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。どうぞこちらで。てかグラフィックめっちゃ多いな。うわ、電話帳みたいな本だな。こんなの読むの。学術本の類はみんなこんな感じですよ。ブス島も専門書を結構読むんだけど、こういうの多いよね。てか未完成人いるじゃねえかよ、またこういうところがいいね。あれ、この頃って未完成人って流行ってたっけ。ちょっと覚えてねえな。へえ、ちょっと埃もついてますね。ポンポン、ゲホゲホ。あ、ごめんなさい、何せ奥の本棚から引っ張り出したものですから。いや、全然。ちょっと話していこう。わざわざありがとう、助かるよ。とんでもありません、これもお仕事ですから。仕事ね。小次郎さんは古美術に興味おもりなんですか。そりゃ調べに来るくらいだから。くす、そうですね、私ったらおバカさん。コツって、これ実際やられて腹立つんだよな、これどんなところに興味があるんですか。あなたの胸とかには興味ありますね、腰回りとか。え、その古美術のどんなところに興味がおありなのかなって。そうだな、まあ今回の件は仕事絡みなんだけどね。まあ美術関係者の方ですか。残念ながら違うな、単なる調査。そうですか。だいたい俺自身美術品とか全く興味がないわけじゃないぜ。はい、そんな芸術詳しくはないが、ハートを揺さぶられる時もあるさ。あ、わかる、すごくわかる。そうですか。なぜハートを揺さぶられるか、いろいろ考えてみると、さっぱり古美術には歴史があるからだろう。てんてんてん、当時の文化や人々の生活なんかが作品を通して分かるって感覚だ。つまり歴史を目で見るっていうか。あ、いい表現だね。でででな、なんかおかしいこと言ったかな。うん、すっごく感激です。私も常々そう思いを馳せているんです。そうなんだ、現代美術には純然たる芸術評論になってしまって、どうも私はのめり込めないんですよね。古美術だと違うってこと。はい、歴史を感じて、当時の文化を感じて、人々の生活を感じることができます。そして歴史という時間の中でちっぽけな存在すぎない自分に気づいた時に感動が生まれてくるんです。いいね、そういうの。はい、なんか感じのいい子だな。ちょっととりあえずちょっと本見ちゃおう。電話帳みたいに分厚い本だ。多分小次郎さんの目的の絵画はこの中にあると思います。マジか。小次郎さんのお探しの美術品は。そうそう、一応メモってたんだ。写真もある。見せてください。とりあえずこれが写真。どう？典型的な文様絵画ですね。でも吸い込まれそうです。俺は目がぐるぐるしてきた。絵画の右側に置かれているものは精子じゃないぞ。精子じゃない。同じこと言うな。は？いや、サイズ比較ためのマーチ棒さ。小さな文様絵画ですね。一応作者のもメモってきた。拝見します。作者は生年月日不詳のラストマ・グルリッター・ラシャール卿で、舌を噛みそうな名前だろ。舌噛みそうだった、本当にな。どうかな。いえ、ちょっと変なものでしたから。うん、確かに変な名前だ。
いやそういうことではなく、とにかく調べてみましょう。ああどうしたんだろう。なんだよ松野ちゃん、何、そういえばさ。はい。いや調べながらでいいよ、単なる世間話だから。何でしょうか。とりあえず今晩空いてる？確かこの学校にこうという人がいると思うんだけど。あ、ディレクターですね。ディレクター？日本風に言えば校長先生です。横文字使うな、横文字、日本語使え、日本語は。ふう、ディレクターって言うんだ。ま、言い方なんかはいろいろありますからね。俺ね、ディレクターっていうとね、昔マクロメディアっていう会社が出してたね、動画っていうかね、そのインタラクティブなものを作るのをどうしても思いついちゃうんですよねそういうねツールがあったんですよ。マクロメディアっていう会社もう今ないんですけど、アドビと合併したんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、まあそうなんです、そうなんですよ。まあ言い方はいろいろありますからね。今は確か学校にはいないって話だけど、よくご存知ですね。実を言うとさ、知り合いなんだ。そうだったんですか。確かディレクターはご旅行で1週間ほど休暇を取られています。そっか、一応裏は取れたな。ああ、そういうことか。松野は今調べ中みたい。でもこうマリナ編もやってると松野ちゃんって口軽いな何も知らないとはいえ松野は今調べ中みたいな。まず、本かな。そっか、やっぱり。なんだい。いや、この本を調べてもダメということに気づきました。てちょっと待っていてくださいね、すぐ戻ってきます。マジか。あ、そういえばいそいそと本を探しに行っちまった。なんなんだよ一体。この本を調べてもダメってことは、載ってなかったのかな。でも何かを探しに行ったみたいだけど。お待たせしました、こちらの本だったら載ってると思います。でかした、松野ちゃん。おー、ちょっと待ってくださいね。おー、いいね、知的美女ラシャール、ラシャールと。確か例のところにあると。あった。おお、ふんふん、やっぱりそうだわ。この作者の絵画はですね、はっきり言いまして芸術価値は低いみたいです。あ、どうやらそうらしいですが、それに付随するプライオリティがありますね。何が付随するって。芸術的価値は低いのですが、別の意味での価値は高くなっています。別の意味。はい、オカルト方面ですね。オカルト？どういうことや。松野は今調べ中みたいな。本。あ、このいいね、これね、このいいっすね、いいっすね、いいっすね。私は神秘的なこととか超常現象とかに興味があって、だからなんとなく覚えていたんですね。なるほど、だからオカルトでピンときたのか。ほう、どう、オカルトなんだ。いわくつきの作者みたいです。ほう、読んでくれ。はい、彼の生み出した絵画には常に流血が伴いか。絵画に携わったものは例外なく原因不明の事故はないし、殺人、行方不明に見舞われ、あれみたいだな、なんか畑で見つけた宝石の話ね。それ持ってる人はもうどんどんなんか、今どっかの博物館であんだっけ。まあいいや、すでに犠牲者は数十人上っている。すごいですね、私もここまでは知りませんでした。呪いってやつ。そうですね、呪術説が根強いみたいです。ほう、そういう意味では一部のオカルトマニアの間ではプレミアがついているみたいですね。オカルトマニアね。はあ、どうやらオカルト方面の資料になりますね。オカルトね。ほう、この本によればオカルトのマニアの間ではそれなりの価値を見出されているみたいです。ふーん、ちょっと話してみようか。お、でも驚くことはないんですよ。古美術にはそうした逸話の一つや二つ大抵ありますから。一つや二つって呪いの？ええ、例えば有名どころではツタンカーメンの呪いとか。ああ、有名ですね、確かにね。王墓の発掘に参加したスタッフはリーダーのカナボーンを筆頭に次々原因不明の死を迎え、これってなんかカビとかそういう話もあるんだけど、まあ呪いとかした方が怖いですよね、やっぱりね。聞いたことはあるな。だが偶然だろ。クス、まあ学者さんたちは一律にそうおっしゃいますね。だろうよ。でも神秘主義者のオカルトマニアなどは呪術説を信じているよ。そういえば昔ってそのエジプトで発掘したミイラってなんかあれでしょ、石炭代わりに全部燃やしちゃったりしてたんだろ確か持ってきて。とんでもない話だよな。まあそれが奴らのアイデンティティだからな。クス、かくいう私も結構信じてたりします。非科学的だろうに。あら、そんなこと、あら、そんな科学では解明しきれないなんてことはまだまだたくさんあるんですよ。まあ確かにな。科学では解明できないことか。呪いね。
あの絵画の作者にはそんな逸話あったとはなあ。おお、この作者の作品は呪術的な逸話が多く見られるみたいです。呪いか。ほう、他にはもうないのかい。ちょっと待ってくださいね。作者自身のコメントはあります。ほう、読んでくれ。我に触れし者よ、その罪は深く、新人によって地獄の豪華に焼かれん。どういう意味だい。さあ、この文献によると作者が絶命の寸前に自分の作品の裏に血で書き殴ったそうです。そりゃまた壮絶な最後だな。死因は自分で自分の首を大きな刃物で切ったそうです。やだな、痛いやろそりゃ。とうとう作者は自ら死んでしまったわけですね。人間はいつか死ぬかさ。ああ、もう一度さっきの文章を見られるかい。はい。我に触れし者よ、その罪は深く、新人によって地獄の豪華に焼かれん。うん、とりあえずメモさせてよ。はい。さら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 と。我に触れし者よか。その罪は深く、新人によって地獄の豪華に焼かれんよしと。どういう意味でしょうか。まあ大体の意味はよくわからなくもないが、警告文みたいですね。気になるところあるな。最後の子に新人によってって文、まあ確かにこれはなんだ。はい。新人っては一体なんだい。神の刃か。わかりません。美術業界とかでは意味がないのかな。いえ、なるほど。ありがとう、助かったよ。いえ、この程度しかお手伝いできなくて十分さ。付き合わせ悪かったね。そんな古美術に興味を持った方がいて嬉しかったです。かわいいな、松野ちゃん。そうか、すまないな。とりあえず今晩空いてるかい。ん、どうだい。そうだ。お、いえいえ。おうおうおう、小次郎、やっぱお前とも気合うな、俺な。どう、食事でも一緒にしない。くす、小次郎さん。何、その左手、薬指を見せてください。あ、ごめんなさい、でもとっても楽しかったです。ふふ、しょうがないよな。ふふ、でもそのお気持ちは嬉しいです。だ、ただしイケメンに限るだよ。俺がやったらもうそこで殴られるか逃げられるからな。ああ、嬉しいだなんて、嬉しいこと言ってくれるね。でもお茶するところもないのかい、ここは。食堂がキャフェテリア方式になっていますけど、あそこは一般には公開されていませんから。ふーん、一般の方がご利用できるのはここと、あとプール室くらいですね。プール？はい、プールか。一応関係者のみに配布されるチケットが必要ですけど、あ、そうだ、ごそごそ。はい、何これ、プールのチケットです。一緒にお食事ができなかったお詫びと言ってはなんですが。ふーん、何から何まですまないな。とっても広くて綺麗なプールですよ。一度ご利用になってください。わかった、機会があればね。はい、また何かあったら協力お願いできるかな。もちろんです。そっか、オッケー、今日はありがとう。はい。いや、松野ちゃんいい子じゃんね。え、いい子だいい子だ。まあとりあえずじゃあちょっと出ますかね。もうね、専門書を結構読むんだけど、こういうの多いよね。てか未完成人いるじゃねえかよ、また。リブバーストエラー、ドシッと。はい、学校に出たらドシッということでね。あ、ごめんなさい。ああら、ひもちゃんじゃん。君は確か昨日の、そうそう、変質者。いや、変質者じゃねえよ。しかもなんでポケットの親指だけ入れてんだよ。なんか盗聴でもしてんのかお前は。誰が変質者だよ。今度は何、裏若き女性で毒害をかけるため。はあ、お前かけてやろうかこの野郎、うん、確かディレクターの知人という話ね。そうそう、確かそうだった。俺は図書館に調べ物来ただけさ。そう、図書館勤務の松野さんが証明してくれるよ。松野、女の子の名前さ。あまりうろうろしないことね。編集者に間違われるわよ。もう間違われだよ。まあしょうがねえしょうがねえ。まあ随分撮っちゃったから、まあとりあえずはここで一回動画を切りましょうか。なんか調べ物していろいろと絵のことが分かったんでね。まあとりあえず今日はこんな感じにしときましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。あ、ほんと出てくるの全員べっぴんさんだな。ブス島でいいや。こっちはそうべっぴんさんだけどタイプではねえな。恥もんなだな、性格にはね。あんまりそういうことしたくないんですけど。あ、キーボードかかってみ、めっちゃドストライクだな。いいっすね。まあまあまあ、ソフトボールだけにね。もう下水な主人公。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。